はい、神楽光役の三森鈴子です。皆さん今日は楽しんでもらえましたか？ありがとうございます。今回ね、まあ、いろいろな状況が重なってしまいまして、悔し涙で枕を濡らした日々が続きましたけれども、まあでもね、私っていうこの個体は一つなわけで、どうしてもやっぱり難しい、ね、そんな分裂することができないのが本当に悔しいなって思った日々だったんですけど、でもそんな中でもね、最近はイベントとか8人で結構海外とかでも私のパートとかも分け合ってみんなが歌ってくれたりとかして、でなんだろう、こうでもそこに私もいるような、そんななんか温かい気持ちをいつもみんなから受け取っていました。で今日も一番最初にスタンバイしてみんなが出ていくところ寸前まで、私実は裏でスタッフさんたちと一緒に行ってらっしゃいって見送ってたんだけど、あ、いつもスタッフさんたちってこういう気持ちで、お母さんみたいな気持ちでみんなのことを見送ってるんだと思って、そう、なんかみんながすごいもうどん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 テンションが上がっていって舞台にこう飛び出していく姿がすごいとってももう尊くて、なんかすごい美しくて最高でした。だから今日は、まあ、悔しかったこともあるけど、でもね、本当にみんなが出ていた時にも私こうやって人うるうるしちゃって、なんかその時の涙はなんて言うんだろう、まあ、悔しいとかじゃなくて、なんかみんながこう出ていく姿が美しくて、なんかすごく感動した涙が出てきました。本当にだからね、本当にこの9人と一緒にくく組でいられて幸せだなって思った瞬間を今日はたくさんありがとう、味わうことができて嬉しかったです。あとね、リハーサルしていく中で、みんなが願いは光になってをぜひミモさんも一緒に歌ってもらいたいんですっていう風に言ってもらって、で、まあ、当初はね出る予定はなかったんだけど、でも確かにね、私たち誰一人かけちゃいけないっていう歌詞があるから、そこはやっぱり絶対私的にも出たいし、そんな全然出ますよって言って、だからみんなにこうやってね、私なんか一番お姉ちゃんで、みんなもね、なんか言うのなんか言いづらいのかなって思って気にしていた時期もあったけど、そうやってみんながね、やっぱりその作品とかファンのみんなのこと第一優先でいろいろ考えてくれているんだってことがすごく伝わって、私にそういう意見をねしてきてくれて本当に素晴らしいと思いました。だからね、舞台創造家のファンの皆さんも安心してください。私たちはいつでもいつまでもみんなのことを第一優先で、楽しんでもらえることを第一優先で考えています。だからこれからも私たちのことを応援よろしくお願いします。ありがとうございました。